はい、どうもザボザボしゃべです。今回はですね、カラーのチャートについて話していこうかなと思います。カラーチャートっていうものなんですけど、どこの美容院でもあるこのカラー剤のこう色を見たりとか説明するために見る、このすごいですね、こんなたくさん種類ある、俺でもこんだけベーシックなんですよ、はい、っていうこのカラーチャートなんですけど、まあ、美容師さんによってこれね、カウンセリングって言ってお客さんに紹介するとき使う方とか使わない方とか、まあ、色見るときにね、見る方とか多分いらっしゃると思うんですけど、これってこの色の色の通りに染まると思いますか？そもそもめっちゃカラフルじゃないですか。ちょっと真剣に言っちゃいましたけど、実際ですね、このカラーチャートっていうのはですね、まあ、使う派使わない派の美容師さんとかいろいろいるんですけど、じゃあ今回はこのカラーチャート、実際この色に染まるのかっていうのを説明していきたいかなと思います。カラーチャートっていうのはですね、今先ほど見せました、この鮮やかなやつと普通のタイプっていうのがあるんですけど、まあ、これちょうどピントが差感が安かったんで、まあ、これティントって書いてあって、これブリーチした後、これカラー普通に染めた時だよっていう風に、これですね、まあ、何が違うかと言いますと、これ普通にブリーチとかしてなくて普通の人が染めた場合、ブリーチをした場合、全く真っ白な毛に染めた場合っていうので、ティント、あと大体普通のこの黒髪に染めた場合のこの2種類が、親切なメーカーさんだとこのちょっと明るい人用のやつで3種類とかがあったりします。で、大体この真っ白な毛に染めたやつと黒髪に染めたやつがあって、まあ、大体使われるのはこっちの暗い髪に染めたやつの見本が、まあ、カウンセリングでよく使われるんじゃないかなと思います。で、まあ、こっちの方は当然ながら黒髪に染めた毛とかちょっと茶色いぐらいの毛に染めたやつなんで、まあ普通に染まりますよね。水染まります。まあ、これ染まらなかったらもう大問題ですから、全然見本じゃないじゃん。で、問題はこっちです。このティント表っていう、カラーチャートの中のティント表っていうのがあるんですけど、まあ、真っ白な毛に染めた時に純粋にこのカラー剤がどんな色で作られてるんですかっていうのを見るための表が、このこちらの鮮やかなカラーチャートです。で、先に結論から言っておきますと、このように実際染まるのかと、染まりますし染まらない、えってなりますよね。ねってなりますよね。はい、結論から言うと染まります。このようにもうこのように体で作られてますから、こういう色が入ってて白い毛に染めるとこうなるよ。ただ実際お客様の毛を染めた時にこうなるかって言われると、実は別なんです。じゃあなんでそうなるのかっていうのを説明していきますと、まず、実際に染まる、こういう色に染まるケースっていうのは、まあ、いわゆる真っ白な毛って言ったら一番思いつくのは白髪ですね。白髪、まあ、白髪っていうのは、まあ、単純に黒いね、こういう色と違って黒い色取れないですから、真っ白ですから。で、普通にね、白い毛に染めたら本当にこのように染まります。若干、まあ、なんだろう、その人の毛の毛質、染まりやすい染まりにくいとか、ちょっと黄みがあるとか赤みがあるとかって、白髪にも実は色があるんですよ。皆さん、灰がかってるとか青がかってるっていうのはメラニンタイプっていうのがありまして、色味がかってるんですね。で、その色味がかってる色にちょっとこれが乗るんで、少し若干色がブレます。そこまではブレないけど、なんで普通にこういう風に大体のメーカーさんのカラー剤が染まります。若干誤差があるメーカーさんもあったりもすると思うんで、僕の経験上ね、これはもうメーカーさんそれぞれの考え方とか、まあ見本なのと、あとこれはナイロンに染めてありますので、これ人毛じゃないんですね。人毛じゃ、これ人毛じゃなんと作れないんですよ。人毛じゃ作れない、ナイロンの見本なんです。なんでナイロンの毛に染めてこの色なのと、色を、まあ、表してるのと、実際人間の毛に染めるのはまた違うんで、なんでそのナイロンの毛と人毛っていうので違いもありますし、一応これなんで人毛で作れないかというと、人毛で作ると、まあ、大変なのも多分あると思うんですけど、色が抜けちゃうんですよ。色が抜けちゃう、人毛作ると。よくシャンプーしなければ色持ちするんじゃないですかって言われる方もいらっしゃるんですけど、シャンプーしなくても色は抜けます。抜けるんですよ。酸化って言って酸素に触れてるだけでも色って薄くなってくるんですね。なんで、これ人毛で作っちゃうと色がなくなっちゃうんですよ。最初になくなって薄くなっちゃうんです。見本として成り立たないんで、ナイロンで作ってるっていうことです。はい。で、まあ、そういう白い方に染めたら、まあ、それは染まりますよね。白いから。
まあ、染まります。ある程度はもう近い色に染まります。じゃあ、普通の人はどうなのってなった時に、まあ、こういう、まあ、いつも毎度おなじみのブリーチ表ってありますよね。はい。で、実際、まあ、白い毛って言ったら、この20レベルっていう、このものすごい明るいね、レベルになるんですけど、実際、この明るさにしようと思うと、何回ブリーチ必要ですかね。下手したら4回、5回は、これ20ってやつはほとんどする人いないんですけど、だいたい19ぐらいで真っ白になるから18で。20っていうやつはないんですけど、ここまでになるまでに、まあ、4、5回ブリーチをしないといけない。まあ、ね、俺できるだって言ったら4回、3回でやる方もいないんですけど、まあ、めっちゃ置いたらね。で、まあ、19、18とかだと、まあ、黄ばみがありますよね。こうやって見るとわかるんですけど。ってことは、あの、絵の具と一緒で、この黄身にさっきのチャートの色が乗るわけなので、まあ、例えば青を乗せて黄身が残ってたら、絵の具だったら緑っぽくなるじゃないですか。っていうふうに、ちょっとですね、色が、この黄身に混ざったような絵の具感覚で、あの、色が混ざるので、ちょっと色がずれるんですね。で、明るくなればなるほど、この20っていう明るさで、ブリッジ何回もするとこの明るさになるんですけど、まあ、想像してみてください。4回、5回ブリーチした髪のダメージを。すごいことになりますよね。ちゃんとやって、まあ、まあ、ダメージはやっぱ絶対しちゃいます。で、ダメージするとですね、カラーっていうのはですね、染まりにくく、抜けやすくなります。なります。で、色によっても、例えば青とか赤とか、オレンジ、黄色とかあるんですけど、あの、色によっても染まりにくくなる色もあれば、ダメージしてても染まる色。ダメージするとちょっと濁りやすくなる色とかっていうのがありまして、基本的に暖色っていうのはですね、ダメージがあればあるほど定着させるのが難しい色です。で、逆に寒色系っていうこのアッシュ系とかは、ダメージすればするほど色が濁りやすかったりとか、バーンって入りやすい性質があります。そのため、例えばこう、オレンジとかでも、こう赤と黄色を混ぜてオレンジとか作ってたりとかするんですよ。で、その中で、例えばこのピンクっていうのがですね、例えばピンクだったら紫と赤が混ざってるとかなんですけど、ダメージ度合いによって、ピンクだけ抜けちゃうんですね。ピンクの中、じゃあピンクの中の赤だけ抜けちゃうとか、赤だけ残っちゃうとか、紫だけ抜けちゃうっていう風に、絵の具みたいに混ぜて作られてるので、色の中の抜きにくい色、抜けやすい色とか、が、とどまるやつととどまるやつなんで、色が変わっちゃうんですよ。ブレちゃう。ダメージによって。なので、ブリーチをして黒髪の人が明るくすればするほど、この色にするのは、ある程度18とか17だったら染まりますよ。ただ、真っ白で全く同じ色にしようと思うと、まあ、現実的には難しくなってくる、ということです。はい。まあ、トリートメントカラーとか、まあ、色の配合とかで、まあ、やろうと思えば全然、一旦ね、18、19でも結構鮮やかに染まりますので、ほぼ実質近い色になります。なります。今も体もいっぱいあるんでなります。ただ、実際、このチャートを見たときに全く一緒になるかって言われると、まあ言ってみて、白髪の人とかダメージをうまくやって、18、19とかで近づけることはできますと。近づけることはできます。ただ、理論的には全くこの20まで真っ白に人間の毛をして、20でもちょっと黄色はありますからね。全くこの単品で染めたら染まるよっていうわけではないです。そこは美容師さんがこう調合で調節したりとか。ある程度そこまで明るくせずに色を表現したりとかっていうので、まあ、テクニックとかその髪の明るさの見極めをしてやっていくってことになります。なんで実際じゃあなんでこれあるのって言ったら、やっぱりその色のそのカラー剤が持つ染料とか色がどんな発色をするのかって、あのカラー剤ってもう何千種類って世の中には何千種何万種類下手してあるかもしれないんであるんですね。ってなってくると、微妙なこの例えばこの2つの色の違いとかって微妙な違いだったりとかするんですけど、まあ、それを計算するときにこれを見て確認したりとか、あとはもうさっき言ったみたいに、こう、茶色い毛の方は普通に茶色い毛ね、黒いやつに染めたら普通に染まるので、まあそれで色の見本見たりとか、アッシュも今たくさんあるんで、アッシュの微妙な差をお客さんにこう伝える時のためにやったりとか、美容師さんが確認するためにカラーチャートは実はあったりとかします。なんで2種類実は、普通の黒髪用と白い髪用に染めてるやつの2種類があったりとかします。ちなみにこれは人毛ではないんですね。はい、みたいな感じになっております。今回はカラーチャートってこれ通りに染まるのみたいな説明をしていきました。でもこのカラーチャートってもうたくさんぐわーって色が載ってますから、なんか見てるとなんかテンション上がりますよね。上がらないですかね。やっぱりどれにしようかなみたいな、これとこれ混ぜててくださいみたいな、昔学生時代選んだ覚えがありますけど、こんなにたくさんあるのって思う風にね、あったりとかします。今は本当にアッシュだけでも何、本当にミルモさんだけでも何十種類ってあったりするんで、アッシュにしてくださいっていうよりも、
アッシュでもこんな色と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 こんな色がありますよみたいな感じで選択肢実はたくさんあったりとかするんで、お任せの方とかもいらっしゃいますし、ちょっとシーズンカラーとかで早いのものも やられるのが好きっていう方もいらっしゃると思うんですけど、一回なんか見てみると結構なんだろう、普通一般の方は絶対買えないもんですからね、結構こんな色あるんだとか、こんな名前なんだとか、この数字何とか頻繁変わるのみたいな感じで面白いかなと思うんで、よかったら見てみてください。はい、はい、今日は動画こんな感じで終わりたいと思います。またチャンネル登録まだの方はよかったらチャンネル登録と、いいねボタンですね、評価ボタンですね、はい、よかったら押してください。はい、では今回はこれで以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。